はい、コナンです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。始まりましたね、新イベントということで。今ですね、イベントクエストの方は残り3つ、そしておはじきバトルの方は半蔵に勝った回数は9回、そしてダークニャンに勝った回数は1回まで来ました。まだね、始まったばかりです。今回何気に報酬いいよね、このダブルゼータ選べるコインとかね。さあ、そしてイベント序盤はですね、まずはお助けパワー優先で交換していきます。まずはね、レベルマックスまで上げるのを目指してやっていきます。さあ、そして今日はですね、この裏マップの攻略やっていきましょうか。さあ、ウィス総隊長ということで、今回もですね、ストーリーはかなりいいです。来ましたね。さあ、今回の封印バトルはこの隊長ですね。隊長好きだよな隊長、そしてレイということで、さあ、地獄ムズ封印バトルと、今回はこの前座を倒すことで封印、そしておはじきバトルももちろん攻略必須かと。9回10回ということで、また難易度高そうです。ここは仲間にできます。そして前座が今回3人現れてきます。さあ、まずは1の1からいきましょうか。さあ、来ましたね、徳川埋蔵ですね。ランク縛りがあります。しかも SSS ランク、そして技ゲージ吸収、激ムズです。さあ、こんなパーティーでやっていきます。ここはですね、攻撃力アップが使えるので、ダンドリーとかね、攻撃力アップの倍率が高いキャラを入れてやるといいと思います。クリスタルイケメン犬なんかもですね、非常に倍率が高いのでおすすめです。 G まで打てます。そして不気味の種族効果アップで、アタッカーなんですけども、 G 技が打てるキャラであれば多分ね、ダメージ的には届くかなと思います。まあ、極妖怪とかね、極武士には強いよね。そして冬にゃんサンタ、冬にゃんサンタもですね、 SSS ランクの中では非常に強いです。勇ましの種族効果アップがあります。そして空天、とりあえず置いておきましょうか。復活があります、ワンチャンあります。さあ、こんなパーティーでやっていきましょうか。僕はですね、特攻キャラ持ってないんで、特攻なしで攻略しないとね、いけません。なのでフィーバーインして倍率の高い攻撃力アップで、まあ、届かなかったらね、重ね掛けもありかなと思います。そしてアタッカー、 G 技打てるキャラであればおそらく届くかなと思います。まあ、この極武士にあるのがね、かなりおすすめです。さあ、ここは比較的攻撃が832ということでマイルドなので、まあ、ゆっくりやってもフィーバーインはできるでしょう。さあ、フィーバータイム入りました。さあ、攻撃力アップ、クリスタルイケメン剣でまずは試してみましょうか。これですかさず武士ニャン、これでどうだ。そしてもう一発いきます。ちょっと一発で届くかどうか微妙なんだよね。スーパーフィーバー、これで40万ダメージいきましたね。さあ、届かなかったらね、2回打ち3回打ちでいけるかなと思います。さあ、なんとかですね、倒すことができました。消費必殺の秘伝書。さあ、そして次はこんなパーティーでやってみます。バフはですね、 SSS ランクの少しの間攻撃力大幅アップ、重ね撃していきます。クロミちゃん使っていきましょうか。そしてアタッカー、極武士ニャン、そしてフィニアさん、攻撃力アップをね、重ね書きした場合はおそらく武士には一発で届くんじゃないかと思うんですけども。そしてワンチャンあります、復活を置いておきます、バタンキュー。なので攻撃力アップ、ダメージが届かない場合は、まあ、重ね書きしていくのがね、いいかなと思います。で、技ゲージ吸収があるので、デカプニでね、スタンバっておくといいかと思います。さあ、あとは
国武士にあのデカプリ作っておいて、フィーバーインからの重ね掛けでいきます。さあフィーバータイム入りました。さあここで、さあまずは攻撃力アップ、重ね掛けします。そしてさあ極武士ね打っていく。これでどうだ、ダメージ的にはどうなんだ。40万ダメージいきましたね。重ね掛け作戦ね、結構おすすめです。さあ埋蔵、まあここは言ってもね1の1なんで。さあそれでは1の2こっからだよね。闇キューブきました。ランク Z 縛り、ここは攻撃力アップ使いません。激ムズ Z 縛りでHP45 万はちょっとこれどうなの。攻撃が1095だから、フィーバーインしてもう攻撃必殺技打ちまくりで45万削れるのかって話だよね。さあ早めにフィーバーインして王族でいきます。でデカプリ作っておいて、これを技ゲージ多く貯める。反撃テーナー、そしてさあ体力2ケツコンボス稼ぐからの、あれ全然ダメージ入ってんのか。15万ダメージ、でデカプリの技ゲージ多く貯めるからの、もう一発、これで復活入って27万、フィーバータイム明けからの、届きませんね。これはちょっと無理系なんじゃないの、いけるのかこれ。さあダークニャン1の3いきます。来ましたね。ここはダブルゼータ縛りと、反撃効果無効、フィーバーゲージ吸収かよ。これはどうなの、 HP が59万、はフィーバータイム外で59万っていけるのか。まあ、いつものように暴走エンマ使った王族パーティーで、これでちょっとどれぐらい削れるのかいきましょうか。ダークニャンってこんなに強かったっけ。さあいきます。さあ技ゲージを貯めるからの連発でいきます。さあダメージ入ってんのか、全然 HP 減ってる感じしませんけども。さあ G まで貯めて連発していきます。さあそして暴走へからのボーナス玉使ってデカプニの技ゲージを貯める、そして暴走エンマ、おっと半分ちょっとですね。これはちょっと厳しいぞ。攻略情報見ていきましょうか。前座が強えな。特攻草薙くんウィス総隊長か。さあおはじきバトルやっていきます。さあおはじきはですね、今回種族相性で不気味に対してポカポカでいきます。さあ強い方がダークニャンということで、まだね特攻持っていないんで特攻なしでいきますけども、これでどれぐらいダメージ出るのか。さあ今回はですね、まあ、ガチャから福利ゆうちゃんトリプルゼータ引くのはほぼ必須かな。さらに、まあ、おはじき攻略ということで闇キュービ、そして前座を倒すためにねもうキャラを取らないといけないということで、結構今回ねガチャ難易度が高めかなと思います。まあでもね初日からあの佐藤龍太もらえたりねなんかいろいろあるんで、まあ初心者の人にはだからイベント全て全クリしようと
思うと結構難しいんだけど、そこそこ楽しもうぜっていう人にはなかなかいいイベントかなと思います。まあもちろんね、僕は全クリ狙っていくんで、ちょっと厳しいガチャが最大の難所かな。ガチャからねキャラゲットしないとちょっとこれは厳しそうだ。さあ5400、さあこのトリプルゼータパーティーで特攻ないんですけども、そこそこダメージ出ますね。まあそこそこまではいけるんじゃね。さあそして、さあ弱い方のおはじきバトルはこんなパーティーでいきます。さあ種族相性的にね、薄ら影でいきます。勇ましに対して薄ら影、薄ら影の種族効果アップキャラのこの社長を入れて、ヒロシン入れて。さあ弱い方はですね、今のところはね大丈夫です。ただ後半ちょっと難しくなってくるんで、やはり特攻キャラ1体もしくは2体は欲しいかなというところですね。だからやっぱりダブルゼータキャラ、そして途中追加のぶっ壊れ、今回おそらくあるかなと思います。だからそこを狙うのもありかなと思います。だから戦略がね結構難しい。さあいい感じです。さあミッションも発生している。まあ、久々のおはじき、しかも引っ張るスタイルということで、なかなかやっぱおはじきの攻略はね難しいよね。いきましたね。さあ獲得 Y ポイントの方はどうなってるんでしょうね。最近ねこの減らされる傾向にあるんで厳しいよね。その割にガチャからキャラをゲットしないとね攻略できないっていう。さあ78ポイント、まあ今まで通りというところでしょうか。さあそして地獄ムズのレイ、封印一つ終わりました。いきましょうか。 HP は半端ないですね。今回もえげつね。そして滅粒子キャラ以外がパワーダウンということで、これもちょっと、おっと、なんじゃこりゃ。もう意味不明に強いっすね。まあいつものように攻略ポイントと。